皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もサンドランドやっていきましょう。というわけでスターニア遺跡からの脱出、ここの目の前にあのキザな男将軍が待っていそう。よっしゃ行くぜ。やっと来たか。待ちくたびれちまったぜ。先回りされていたか。クロア隊は足が自慢だね。さあ今度こそ逃げ場はないぜ。おとなしくアクアニウムを渡しな。勘違いしてんなよ。ゾロゾロお供がいなきゃお前なんか敵じゃねえよ。数で有利だから強気になるなんてクソだぜぞ悪魔君。てめえ誰がダサいだこの野郎。レース始めようか。赤いどうすかな、こっちで。あのエンジン軽量化のせいか耐久性は低そうね。攻撃して減速させられないかな。そんなメカで追いつけると思うな。先を見せ俺のメカについてこれるかな。クロアの動きに惑わされないで。ちょっとうぜえぞこいつ。やっぱりついてこれねえか。よく狙って撃つんだ。エースみたいな。ナイス。結構燃えるじゃん。王子、敵の行動を予測するんだ。王子、コーナーです。コーナーで追いつくのですぞ。なやねんコーナー。そんな目から追いつけると思うな。チロチロとこのクロアのジェットホバーにこの銃で追いつけるとこ。ちょ当たってるやん。クロアの動きに惑わされないで。そんな目から追いつけると思うな。当たってないな。よく狙って撃つんだ。当たらない。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。バイクで行く？燃えろ。火炎瓶を嫌え。おいおい、まだまだこっからだぜ。言えんやったの俺のこれ、このこいつ。やばい、なんか思う通りハンドルが切れない。これ何これ。動きですな。あ、ダメだわこのバイク、全然思う通りに走れない。そう、火炎瓶を嫌え。よく狙って撃つんだ。もうこのチビチビでも倒すか。おいおい、まだまだこっからだぜ。オッケー。燃えろ。クロアの動きに惑わされないで。まだまだ。こいった。こっち。あおぜ。まだまだこっからだぜ。あぶね。あいた。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。やっぱりついてくれねえか。でもじりじりとお前の体力は減ってきてるんだぜ。燃えろ燃えろ。なかなかいいじゃないか魔物君。その強さ魔物じゃなければクロア隊に欲しいくらいだぞ。冗談じゃねえって。火炎瓶を嫌え。いいぞ王子、もう少しだ。そんな目から追いつけると思うな。
やっぱりついてこれねえか。やばい、なかなか早いじゃん。くっそ、やば、めっちゃ食らう。どこ行った？ちょっと待った、回復しよう。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。痛い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 。あと半分ちょい、半分ちょいだな。あと半分もないってやつだな。なかなか早いじゃん。火炎瓶を嫌い。やべやべ、火炎瓶を嫌い。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。あぶねえ、撃ち落とされた。やばい、あぶねえ。避けてみろ。チョコマガト、やっぱりついてこれねえか。行くぞ。くっそ、こいつもう中にあげな。ついてこれねえか。やろう、こいつしつけ男だ。燃えろ。いいぞ王子、もう少しだ。避けてみろ。やっぱりついてこれねえか。避けてみろ。そんなキザな人間などに負けんでくだされ。痛い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 。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。やべねえ、当たれ。おいおい、まだまだこっからだぜ。やばい、うざいこいつ。そんなデカで追いつけると思うな。走ってるやつ狙うの無事。オッケー、当たった。そんなメカで追いつけると思うな。あとちょいねんけどな。なかなか早いじゃん。俺のメカについてこれるから。お、はい。そんなメカで追いつけると思うな。煙瓶を食らえ。まだまだ。おら、そんな目から追いつけると思うな。思うかなら分かるけど、思うなって言うの。避けてみろ。そんなキザな人間などに負けんでくだされ。やっぱりついてこれねえか。速さで勝負するのが怖くなったか。オッケー、終われー。オッケー、終わった。ほら、え、それだけ。おい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 、危ねって。アンが助けた？なぜ俺を。だってあなたも大事な。ちおいおい、魔物が人助けなんて悪い冗談だぜ。ああそうか、
とどめは自分の手で誘ってんだな。いいぜ、お前にはその権利がある。ベルゼはそんなことしないよ。悪魔に操られてるってわけじゃなさそうだな。どうも俺が聞いてる魔物ってのとは違うらしい。とりあえず今日は乾杯だ。だが次はこうはいかないぜ。へえ、何回やっても同じだっての。将軍一人一人の力量が国王軍とは比べ物にならん。危ねえ、強かったこいつ。あれ将軍くらいだろう。無駄すぎた。フォレストランド軍は大したことねえよ。いや結構やばかった。うざかったわ。スピードはやばい。こっち全然あの車鍛えてなかったからな。おかげでひどい目あったわ。ちょっとバイク鍛えてこんとな。よし脱出。やっと出れた。あのさ、ベルゼ。あ？ベルゼって私のおじさんなんだよね。おじさんはやめろ。おじさんでいいではないですか。じゃあシーフはアンのことアン様って呼べよ。姉ちゃんの子なんだからな。確かにそうですけど、今さらそれは。こそばゆくなるからやめて。これまで通りでいいよ。そうか。じゃあ遠慮なく。それでおっさん、いつフォレストランドに行く？すぐにでもと言いたいが、サンドランドでやり残したことがある。やり残したこと？話はスピノ町に戻ってからにしよう。すまんが少し休みたい。結構無茶したもんね。主に君がな。そうだっけ？若者にはこの程度の冒険は答えないか。俺とシーフの方が年上だけどちっとも疲れてねえぞ。あんたたちは特別すぎるの。オッケー、とりあえず脱出成功して、はい、で今からスピの町に戻りますと。よいしょ。オッケー。ふう、安心して休め。で、フォレストランドに乗り込む前にサンドランド国内のアクアニウムを回収しておきたい。他にもアクアニウムがあるの？おそらくとしか言えん。どういうこと？サンドランドには旧大戦で使われた戦艦が2隻ある。1隻はルジバ戦艦、そしてもう1隻がメリック戦艦だ。メリック戦艦だと？なるほど、戦艦の動力として使われ。その可能性はあると思う。これまでの動きを見る限り、フォレストランド軍はアクアニウムの場所を正確に掴んでいる。北東の果てにあるメリック戦艦までたどり着いているかは分からんが、不安の目は早めに積んでおきたい。アレ将軍に伝えて。もちろんアレには伝えるが、私たちが動いた方が早い。俺たちの方が強いしな。そういえば国王軍の警備隊が負けてたんだっけ。わかった。おじさんたちはアクアニウムを取りに行って、私はいつでも出発できるように残って準備しておくか。そうしてくれると助かる。今手元にあるアクアニウムはどうするんじゃ。持ち歩いていたらまた。確かに。しかし、それなら東亜町長に聞いてみたらいいんじゃない。そうだな。東亜町長か。了解。町長、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 こちらでございますか、町長。なあおっさん、絶対に見つからない。宝の隠し場所。いや、何を隠し、あなたは知らない。そうか、それなら西の隠し部屋がよかろう。反乱軍時代に貴重。それは心。隠しに行くのはみんなはさ。お前、めいっ子の。うるせえ。めいっ子？うん、とにかく隠す。たく、あんなやつ、おじさんとかめいっ子とか何なんだよ。そう言ってやるな。10年両親と離れ離れなんだ。やあやあ、この前来た時は。そうだ、珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。
俺もいいもの用意しておくからさ。オッケー。じゃあ次はアクアニウムの回収ということで、東北の果ての戦艦に向かうメリック戦艦ですね。はい、そちらの方に向かっていくというところで終わりましょう。とりあえず今回ボスを無事に倒せたんでね、よかったと思います。はい、どこや、場所、場所だけチェックしよう。あ、目の前、結構目の前やん。こちらラオ。はい、というわけで一旦終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てください。ゼロでした。バイバイ。